魂に。はい、これどういうことかっていうと、まあ冒頭からちょっとあたおかな発言だと思うんですけど、まずなんでこんなことするかっていうと、まあ普段ね、S 君に超ブラック企業のね、一員としてもうほんまにもうコテンパンに毎日残業させられてると。で、マーシーに特に恨みはないんですけど、まあとりあえずでも男と男で戦わせたらなんか一応面白い家になるんちゃうかなと思って、二人を喧嘩させていきたいと思います。まあ今回は喧嘩させていきたいと思います。まあどうやって喧嘩させるかっていうと、まあまあとりあえず見とったらわかるわ。今 S 君おらんねんけど、まあ、S 君が今から帰ってくると。で、 S 君にマーシーがこうして言ってたよみたいな、ちょっとチクると。で、チクって、で、なんで俺なんかそんなんなんでやねんまんじゅうみたいな感じになるじゃないですか。なるよね、なっちゃうよね。で、まあ、今からマーシー電話します。で、今日本当はね、撮影の予定なんですよ。でもマーシーに電話でちょっと、あ、ちょっとこうちゃんこうちゃん、まあ電話したらわかる、まあ、とりあえず電話するわ、マーシーに。はい、まあ、電話していきたいと思います。はい、まあ、見とったらわかる。マーシー電話します。もしもし、なんでもう一回取りせよ、マーシーの携帯ほんま。もしもし、なんで今ちょっと電話切れたん？別に、分かるけど、前かけれただけ。何や、それ。すごい。あ、そうなん。何、どうしたの？じゃあ、なんかさ、ちょっと深刻な話やねんけどさ。うん。S君に絶対言わんといてな。うん。絶対やで、約束できる？何だね。じゃあ、S君にも、マーシーに言わんといてって言われてんねんやんか。言わんとってほしいねんけど、昨日ちゃん二人で夜喋っとってんやんか、 S 君と一緒に。じゃあなんかさ、マーシーいらんくねみたいな話になって。私はそんなこと思ってないねんで、私は絶対そんなこと思ってないねんけど、いらんくねって、あれ、え、どういうこと？もう編集にとかってこと？え、もうなんかまあ YouTube にみたいな。ああで、なんか脱退させたいなみたいな、あいつなんか正面もうなんかいらんよなみたいな、昨日言っとったんやんか。そうで、私的には、まあ、そんなことないやんってフォロー入れたやん、一応さ、なんか脱退させたいみたいな言っとって、そうだからなんか、まあ、言っとった方がええかなと思って。ほんで、待って、どうしたらいいかな、この後っていうか、まあ、とりあえず撮影やから来ることは来てほしい。だって私言ったって知らんっていう話にしてるから。マジで？うん、まあ普通に来てほしい。ごめんな、変なこと言って。いや、ごめん。まあ、分かりました。うん、ごめんな。はい。また着いたら言って。まあ、了解です。うん、またね、後でね。はーい。まあ、真っ赤な嘘なんですけどね。はい。まあ、こんな感じで、マーシーにはこういうふうに嘘つきました。で、まあ、S 君今から帰ってくるので、この言ってたれっていうのを、ちょっといらんこと言って、二人をね、ちょっと、今日撮影の時に、喧嘩させていきたいと思います。男と男の熱い戦いになりだと思いますんで、はい、いい。おかえり、おかえり。あれ聞いてない？まだ、え、聞いてない？何が？あんま聞いてない、ちょっと置いて。え、マジ聞いてない？もうだって送りてんの、マジ。いや、なんかマーシーなんかやめたいみたいな言っとったで、 YouTube。 どういうこと？どうしようか、もうだって押してんもんな。うん、2時回ってるしな。とりあえずちょっと本に電話してや、今どこおるんか。ああ、オッケー。撮影する、向かってきてんやったら向かってきてるんで嬉しいんやし。ああ、オッケー、分かった。そっから話すよ。あ、いいよ。入ってるよ。どうぞ。おはよう。ごめんな、変なこと言って。いや、マジか、どういうこと？今、まあ、あんま気分ないんだけど。あ、わかんない。今まあ電話で言った通り。ああ。
相当だといけるな。何してるの？まあ、準備してる。よかった、よかった。いや、そりゃそうやろ。ごめん。撮影後やろ、言うとして。まあ、でも多分嘘ではないと思うねんな。直接言ってこいよ、ちょっと。まあ、確かにね。まあまあまあ。いや、撮影のモチベーションにはなれへんかな。まあ、そりゃそうやんな。自分がその方だったらそうやねん。まあ、でもまあ、私はいいじゃないけど。うん。した方がいいんじゃない。マジ来たよ。うん。撮影しようか。熱っ。あれだ、なんか特急の撮影したいんだ。特急する？はい。今日3人で。うん。ちょっとマッシュなんかちょっとなんか疲れてる。ね、疲れてる。疲れてんちゃう。ね、疲れてる。疲れてんちゃう。撮影しよう。うん。無理無理。なんで？なんかない。え？いうこと。いや、なんもない。思ってること。思ってること。うん。なんもない。え、何？喧嘩してる？喧嘩してる？大丈夫？え、そう喧嘩してるもんな、もう俺空気悪い系？用意してこっち来ただけやろ。今日てか遅いの、30分遅刻してる。遅刻もするわ。なんで？どうした？全然モチベーションも上がらないし。開き直りやん。いやいや、開き直りじゃない。まあ、時間遅れたわ、マーシーが悪い。思ってことあんねやろ？ないねんけど、別に俺に対して。なん別にないねんけど。あるって言ってなかった？まあ、ちゃんとそこはさ、やっぱりまあ同じメンバーとしてさ、やっぱなんか話し合いみたいなのはした方がいいと思うね。無理無理。意味わからへんねんけど。いや俺逆にこの感じが俺からしたら無理やねんけど。だからちゃんと話し合いしよって。しら来ないよ。いやいや普通に。しら来るなって。なんか逆になんでそうなのってんの。そんな感じのモチベーションで。いやもう鬱陶しいから。何が鬱陶しいの？一緒にできへんわ。何が？無理無理。一緒にできへんわ。だって無理よ。分かるやろ、自分で。いや、分かるやろって言われて、何も分からへんやん。考えろって、最近の言動。特に苦痛やけど。違う、そうじゃん。何もしてないけど。分かるやろ。いや、何も知らんねんけど。普通に。ちょっと落ち着く、ちょっと落ち着く、ちょっと落ち着く。無理無理。ちょっと落ち着く、マーシー。そもそもごめん、お前多分無理やで。無理、いやいや意味分かる。無理無理。逆に。どうした、マーシー。何でだ。できへんわ。どうしたんじゃない。無理やで。言うとけ。逆に。できへんでって言って、別に。うん、できへんことはいいかもしれんけど、進められへんすよ。思ってることあんねやろ。でもないともう、無理無理。一旦ちょっと落ち着かしたいと思う。な落ち着くやろ、別に俺は落ち着いてるけどな。お前はいらんもん、常に。お互い思ってること言おうやじゃん。いやいや、いらんとか、だからそうやったら無理や、言うてる。やっていかれへん。え、どうやねん。できるし。いやいやいや。わかるし。だから、ほんま二人でやっていくの。ちょ。もうそれでいいじゃん。うん、誰でやっていくの？やっていったの？もう別に。いや、それは無理やろ。それ待って待って、マジそれは無理やろ。いや、意味わかんないよ。それは無理やろ。俺もこんなに。いや、待って待って待って。ちょっと待って。一回座ろう、一回座ろう。ちょっと待って。一回座ろう。ちょっと。どうもマーシーです。ちょっと急遽カメラ回してるんですけど、今さっきレイちゃまから電話かかってきて、なんかS 君が俺のことを辞めさせたいって言ってるみたいな。絶対言わんとってみたいな。もう僕のこのドッキリを仕掛けられてきたアンテナがプンプン言ってるわけですよ。絶対ドッキリやと思う。これはほんまにマジで。そういう意味でも確認するためにちょっと S 君に電話したいと思います。言わんとってって言ってたけど言っちゃいます。いきま。電話しますね。もしもし。はい、お疲れっす。お疲れっす。どうしたの？担当直入に聞くんですけど、言わんとってって言われてんけど、うん、誰に？レイちゃま。なんの？いや、ほんま担当直入にやんけど、うん、さっき聞いてんやんか、レイちゃまにな。なんか、いや、俺、今一緒に。いや、俺へん、電話かかってきて。
なんか俺のこと辞めさすみたいな。誰が言ってた俺のこと。あ、俺が。そう、みんな言ってないよ。せやんな。なんでそんな話になってんの。せやんな、多分やねんけど、俺の予想やねんけど、よかった、うん、いやこっちの話やねんけどな。いやレイちゃまが多分ドッキリで、うん、なんか俺を騙そうとしてるみたいなんやと思うねん。はいはい。なんか白々しく、S 君には言わんとってなみたいな、うん、マーシーのことをやめさせたいと思ってんねんって言ってたって俺に言ってきたから、はい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 、拡散させようとしてるってことね。そう、俺のアンテナピピーンってきてもうて。で、今確認してん。ほんまは聞いたらあかんねやろうけどな。なるほどね。そやね。行ったろか。そうやね。ちょっとその感じで。始まってんな、それは。うん、そやね。だからちょっと、やめさしたるって言われてるから、俺。うん、まあ、ほなやめたるわっていうのも思んないから、一回話し合いしに行く体で、そやな。ちょっとビビらしたろかな。それで言うと、さっき俺もあれやけどな。うん。言ってたけど、なんかそれっぽいこと。あ、マジで？うん。なんかはめようとしてる？はめようとしてるな。繋がったな、これは。絶対そのドッキリやん。うん、なんかマーシーが辞めたいみたいな、はいはいはい、はい、言ってんのみたいな、理由は分からへんみたいな、はい来たーそう言われて、うん、でとりあえずだから電話で呼んでよって、はい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 、まあ、それちょっとまあ打ち合わせしてからちょっとまあ帰ってくるみたいな流れです。 OK でーす。多分あっち隠しカメラどっか家で仕掛けやってると思うから。絶対そうやろ。なかったおかしい。 OK 了解了解。気づいてない手で。よかった。でもマジで言ってたらほんま切れたろかな思ってたからな。おかしいやろ、そんなやったらまずそもそも俺直接言うわ。いやほんまやわ。よかったよかった、了解です。オッケーオッケー。まあそんな感じ、ちょっとまあとりあえずならまた合流しよう。はい了解です、お願いします。はい、はい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 、はい、ということですよ。お尻を出した子一等賞。かく乱させようとしてるんで、こっちから仕掛けていきたいと思います。どうしよう、え、ちょ待って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 、言っとったやろ、だって。ちゃうねん、ちゃう、ごめん、あんな、ちゃうねん。やめさせるとって、お前自分でやめてんやからええやんけ。ちゃうちゃうちゃう、ちゃう、ごめん。バラバラなんてできんねんから。これ無理やもん、そんなやつでしょ。ちゃうねん、ごめん、これな。実は、動画撮ってさ。は？私が、二人に嘘ついて、みたいな。なんせやん。やめたい、やめたいよみたいな言ってるみたいなのを、ドキでやろうかなみたいなのを取って、で、こんなんなるって思ってるの、ここまでなるってなかったね。喧嘩さそうみたいな感じ。そう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 。しょっぱなすんなって。いつもな、なんか男と男のなんか戦いみたいな、面白いかなと思って。あおちゃん、やめてるやん。まあ、いつやれへんやん。いや、でもそれはそこまでちゃう、そこまで行くと思ってなかった。そんなんドッキリちゃうで、お前。どう？え？ほんまいらんことしすぎな。もう俺やめようかな。やめたらええと思う。な、二人でやっていこう。レインちゃまわしチャンネル。ほんまにだるいって何？あ、ごめん、ごめん、散らかしたところで。ちょっとやりすぎた。ごめん、これはやめろ。レインちゃんもうほんまに怖かってんけど。あっち行った、あっち行った。知らんこといらんことするからやで。ほんまや。やめへんやんな。レイちゃまチャンネル会長誰やん、思てる。俺ずっと一緒にやっていきたいから。もうほんまにいいわ。え、俺ら喧嘩誘おうとしてた。してた。そんなもん俺がピピピンって気づくに決まってるやん。なあ、もうほんまにだるいわ。すぐ電話したったわ。え、待って、どういうこと。電話してる。だからここよ、俺とマーシー組んでるから。電話しちゃった、ちゃった、組んでんのは分かったよ。電話した、電話してきてん。電話してきてん。うん、電話したよ。うん、もうすぐチクったった。あー、無理やんや。レイちゃんが言わんとってって言ってたから、絶対言わんとこうってめっちゃ死守したけど、騙されてるふりしてる。そうそう、めっちゃ演技やばい。最初すぐ言うた。え、自分の演技やばい。普通にこうめっちゃ良かった、めっちゃ怖かったよ。なんかダブルお説教くらい。二人にさ、怒られてめっちゃなんかやっぱやるかした、これやりすぎたかなと思って。いやもう、まあ、俺らな、マーシーもだって一緒に手組んで打ち合わせしてから来てるから。せやで。逆にもうこねこり回されて。もうええわ。こんなんしたらな、大体なんも分かんねん。
そうな、俺がマーシーが知らん人やって新しくメンバー追加したんやったら分かるけど、元々知り合いなのに俺の性格も知ってるわけやん。そんな俺がな文句あるんやったら直接言うてるって。で遅刻せえへんから俺うん遅刻せえへんからお前やな基本遅刻せえへん。これも演技ってことやんな。そう怖すぎんねんけど逃げ